ただいまより第3試合51キロ契約2分3ラウンドを行います。赤コーナーチームタイガーホーク所属片岡マーホー。青コーナー勝負会所属ユリコー勝負会。レフリーシン。第3試合51キロ契約2分3ラウンド赤コーナー片岡真帆チームタイガーホーク所属身長167センチ、戦績は2戦2勝です。青コーナーユリコ勝負会勝負会所属身長162センチ、戦績は2戦1勝1敗です。
秒。本日はスクワンヒントの2022ファイナルにご来場いただきまして誠にありがとうございます。会場内での声援は大声を出さないようにお願いします。会場内での声援は大声を出さないようにお願いいたします。応援はなるべく拍手を持ってお願いいたします。応援はなるべく拍手を持ってお願いいたします。続いてのラウンドが最終ラウンドです。セコンダーセコンダーラウンド3ラストラウンド。採点の結果を発表いたします。ジャッジサンデッド29-29ドロー。ジャッジナルンチョン29-29ドロー。ジャッジノコニソン29-29ドロー。以上3者ともドローというわけで、この試合は引き分けでございます。